どうもみなさんこんにちは、マシーポンヌです。さあ今回もポケットモンスターソードやっていこうということで、前回なんかあれなんだよね、いろいろあったね。前回いろいろあったね。ホップくんへこみまくってるね今。絶賛なえない。危ねえ。挨拶からどしもネタぶっ込むとこあった。そんなことどうでもいいんだよ別に。このラテラルスタジアムってところのジムに行きますよって感じだ今回は。とりあえずこっから始めよう。で、毎度恒例僕のファンがいるのかな？いないね。毎度恒例、とりあえず、ボール、ヘビーボール、ありがとうございます。おしゃぼを一生集めていくスタイル。これ毎日もらえねえのかな？毎日もらえたら嬉しい。あ、いるじゃん、僕のファン。ラテラルまで来たんだから絶対に勝ってくださいね。いいよね、こうやってさ、ファンとその何、推しが、推しで言うから。全部推しって言うけどさ、推しで正しく合ってんだから、推しがさ、こうやってさ、すごい距離、この近い距離で話せるってすごい素晴らしいことだと思うんだけど。いや、いかつあなた。ジムチャレンジャーだな。挑戦の手続きをするか。します。では、更衣室に着替えてユニフォーム、更衣室にてユニフォームに着替え、事務室長の部屋に向かえ。はーいっす。はい、いつも通りの格好、名古屋です。UK、背番号は名古屋。名古屋を背負って戦うんだ。お前もしかして愛知の民？俺は名古屋を背負って戦うよ。すげえ、拳だ。拳が飛んでる。うわ、浮いてる。落ちたら死ん、何、ピンボール、ピンボール、なんだこれ。上から降りてくのかこれ、もしかして。その感じある、その感じある。ラテラルタウンポケモンジム、ジムミッションの説明をさせていただきます。こちらではカップに乗っていただき、障害物を避けながらゴールを目指して進んでください。アトラクションについてマニュアルを読みますね。スティックを右に倒すとカップは右に曲がりだし、ぐるぐる左に回すと、回す、あ倒すんじゃないんだ、回すのね。カップは左に曲がります。壁にぶつかった場合はスティックを激しくぐるぐる回して抜けてください。いい感じでぐるぐる回してゴールを目指すのです。ではぐるぐる回っていきなはれ。おー、なるほど、ちょっと面白そうだね。いきますか。ちょっと待ってよ。右に回すとこっち、やべやべやべ、左左左左、ちょっと待って、これ結構むずい、結構どこ行くのどこ行くの、やべ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 、こっちよしよしよし、むずこれ。ノーマン絶対無理だよこれ、絶対こ壁当たらずいける人プロだってまして。とりあえず戦闘だな。 OK、 ママにレベル上がってく。いや、比較的まずいかもしれない。何がまずいかって、多分ね、ピーちゃんで、ファイアーストーム打てば、ファイアーストームじゃない、ファイアートルネード打てば、ファイアートルネードでもねえんだけど、それ打てば、大体多分ワンパンできるとは思うんだけど、いかんせんね、あれ PP5 しかねえんだよ。まずいね。トレーナー、この辺のトレーナー、モブトレーナー程度で、使っていきたくないんだよね、あんまり。こっち、飛ばなきゃいけない。おお、飛ぶのか、わざと飛ぶんだなこれ。で、こういって、こういって、で、こうか。よーいしょと。オッケー。で、こう降りていくと。こっちかな。あ、合ってた。よし、よし、よーし。で、モブトレーナーなんだけど、これをね、倒すのが結構至難の技なんですよね、これ結構。強いんだな、普通に敵が。キポイレベル上がってこう。毒毒。ありっちゃありかもしれんな、これは。毒毒は一応覚えさせておいていいな。耐久バチクソ高いやつに刺されそうだから。よーし。あれだな、もうちょっと HP をわざと減らして、あれするのありかもしれん。猛火圏内に発動させるみたいな。あ、こっちか。ちょっとよ、こういってこういく。よいしょ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 。で、おお、危ねえな。あ、これね、なるほど、この状態があれか。ちょっとこっちじゃなくて、どうやっていけばいいのこれ。いけんくね、一旦左か。
こっちか。でこう降りて、で右にぐる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 って行きたかったんですけど、行けなかったんで、もう一回やり直しと。右に倒しまくると流星のごとく降りていけると。にゃん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 、めちゃくちゃだよ最後。もう確定ルートやん。確定ルート確定しましたよ、あれも完全に。あなた最後ね、はい、オッケー。ピーちゃんレベル上がってこー、よーし行くぞ。さあジムリーダーぶっ飛ばすぞ。はい、かわいい。はい、かわいいんだよな。なんか質素な感じで笑いながら質素な感じで笑いながら手を振る感じ、あのアクションすごく好き私。いやもう全部あれだもんな、全部向こうの応援団しかいねえもん。斉藤さん裸足なんだね。武を極めてそう。ようこそジムチャレンジャー、私は斉藤です。あなたたちの心どんな攻撃にも騒がないのか私が試すとしましょう。ペチペチ落としてる。歩くときやば、目の色が消えたんだけど、ハイライト消えたんだけど、こいつ殺す気だぞ。戦いにおいて獣の目をしている斉藤。カポエラ、あー投げ方はあれなんだね、アンダースローというか、なんて言いますかなんだね。うん、出た新宝島ダンス。お前マジで。このまま日を増えよみたいな、あれのダンスじゃん。どうしよっかな。ダイマックス切る必要教えてください、ありますか。ありま、いやこれもダイマックス切ってダイナックル連打して、あの A めちゃめちゃ上げて、でも最後もぶち抜けばいいんじゃない。よしそうしよう、もう勝てるビジョン見えたわ。てかもうダイナックル強すぎん。これあれはだってさ、あの実戦的に A が上がるわけじゃん、殴りながら A を上げれるわけじゃん、最強やん。いや街が壊れる、街が壊れるぞ。ナックル、多分これは耐えるけど蹴りなんだよな、お前それナックルじゃねえんだよな。ナックルって言葉知ってるか。動じない、動じずにあいつ宝島ダンスを踊ってやがる。カウンチャー、いってえ、いってえな、おめえ。これってさ威力って変わるんだ、あ変わるんだ、そりゃそうだよな。とりあえずダイナックルでここ突破して、で A がこれで2段階上がってるから、いや見切れてるんだなこれ顔。まあいいや、でこれ突破したキラレベル上がっていく。辻斬りか、お前でも特攻のが高いんだよな。うん、だったらいらないか。でも辻斬り、いや冬打ち消して辻斬り入れるか。まあ役割は違うけど、まあどっちもいいけど、打ちやすいのは辻斬りだしな。ゴロンだ、あーお前か。こいつってさ悪格闘タイプだよね、ダイナックル抜群だよね。あれ A3 にするか日差しを強くするかで迷ってるんだよね今俺。 A を3段階にするか日差しを強いにするか、どっちのがいいんだろう。いや A3 なんかかいかい。どっち、えど、いや今後ノーマル格闘とかのやつが来るってことを考えると A を上げといた方がいいんだな。水格闘とかがおるかもしれんから、そうなった時大番だとあんまり意味がないと。意味がないわけではないけど、とりあえず A 上げに行くか。だったら大キックね、ナックルじゃねえんだよな。オッケー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 、これは突破できる。であと残り2体でしょ、でここでダイマックスが終わる。でまあまあねねとキポイのレベル上がっていく。でネギがないと、ああお前か。
お前来る、こいつ格闘単体だっけ確か。そうだよな、これ3段階 A 上昇のニトロチャージで落ちますか、質問です、落ちますか。信じよう、いや火炎ボール火炎ボールで言っていいんだよ、言っていいんだけど、言っていいんだけど、これ命中90なんだよね。90の技ってあんま信用するなってさ、教わったからさ。いや違う、ここで火炎ボール当てなかったら誰がどこで当てるんだと、そういうことだよ結局。これ当たる技だから、ほらな、俺がだってミミロップで膝打ってるのと同じでしょ、俺が打つミミロップと飛び膝蹴りは確定で当たるから、あれ必中技だから。鬼ゴリが仮に回避率を上げたとしても俺はぶち抜いたから、そこをいる、もうこいつくたばりやがれって言いながら打ったからな。踏ん張りどころです、私も一緒に頑張ります。怪力こいつはねなかなかやばいかもしれんね。いやでも信じるしかない、これはお前を信じるしかない。行くぞビーちゃん、頼む、もう全部壊しましょう、尊敬を込めて。巨大マックス、え、怪力も巨大マックスするの、ダイマックスじゃないのこいつ。うわやば、なんかやば、まあ、人はやめてる目してるよそれね、え人はやめてる目してるって。いやでもぶち抜け、ピーちゃんぶち抜け、お前の蹴りで。そういうことなんだよな、これなんだよ結局。 A3 大会上げてるからなこっちは、強すぎ。ピーちゃんレベル上がってく、カウンチャー、もうカウンチャー覚えるやつ多すぎ。いやいらないな、さすがに。イエーイ、帯締めた、帯じゃないけど、あなたが率いるポケモンから武芸の魂を感じました、そりゃよかった子って。あ、おかえりハイライト、ありがとうございました。あ、こうやって見るとめちゃめちゃ可愛いな斉藤さん。ふ、手合わせして分かりました、あなたたちの出会いで私思わず心が踊っていたようです。騒がないのも勝負であれば、騒がないのも勝負であれば楽しむのも勝負ですね。ありがとうございました、格闘バッジをお受け取りください。で握手すると、いいね、肘痛いの、左肘じゃ右肘か、右肘痛いならアイシングした方がいいよ、多分投げ方に癖があったからね。ハイライト返ってきて可愛いね、なあの、あ、殺す目をしてないもんね今。これからも様々な出会いと試合があるでしょう、それらすべてがあなたたちの心の糧となりますように。ありがとうございます。いや思ったよりあっさりいけたな、やっぱ巨大ダイマックスの格闘が強すぎるかもしれないなこれは。マシュパンダさん、ジムリーダー斉藤さんに勝利、本当におめでとうございます、記念にこちらの技マシンどうぞ。リベンジ、どんだけリベンジ押すねんお前本当にねえ、ねえリベンジ、ま、リベンジ大好きマンこいつらマジで、みんなリベンジ覚えようとするやん。格闘タイプのユニフォーム、こちらも記念にお持ちください。ありがとうございます、格闘バッジ似合ってますよマチポンヌさん、マチポンヌさんに言ってたお前、その調子です。あ、OKOKOK、 とりあえずここで格闘までのジムバッジが終わったと。 NN は、あ、ソニアさんかこれは、だね、私のワンパチ君が気に入ったのかな、それはともかくいいところで出会ったよ、ラテラルタウンの遺跡だけど、やはりガラルの英雄のことを伝えているって話なの、もっともレプリカなんだけど、君なかなか鋭いし、また意見を聞かせてほしいんだ。何？爆発音？何の音？遺跡の方から聞こえてきたけど、行ってみよう、おいでワンパチ、おーん、お前も行く感じでしょこれ多分。回復してるーじゃあ行くー。あら、はお前何やってんの、もっともっと壊しなさい、願い星を放り出すのです。こいつやべえやつかもしれないな、願い星を集めれば委員長が認めてくれます。大王道、あなたも委員長のポケモンならば
願い星を探させることを心から探せることを心から喜ぶべきなんです。これ何やってんの、遺跡ぶち壊しマンになってんの今。やれやれ、あなたはですか。今からでも願い星を集め委員長に気に入られたい、そういうことですか。なるほど、考えたものですね。お前すごい妄想力だな。俺今一言も何も発しずにそれをだけのことを生み出したってなかなかだよ君。ですがそんなことは認めません。誰にも邪魔はさせないのです。あ、戦闘なのね。でもあなたのやり方は分かってるからさ、もう君対策してこないと一生僕に勝てないからね。先に言っとくぞ、対策してないんだったらもうおとなしく負け認めた方がいいぞ。俺だってまずこれまずキラーに変えるじゃん。気合ボール持ってたらまっぱれだわ。光のキャビー、光のキャビー張るけど5ターン粘りゃいいだけだから何の問題もナッシングフォーユーと割れた髪。さあ君は何をしてくるんだ、ガムシャラかリフレクター両壁張ってくる。それもナッシングフォーユーだから問題ナッシングフォーユーなんだよな。悪巧みしていく。さあこのままだとお前4盾ルート入るぞ。俺もサイコショックタイプ相性をご存知でない、リフレクター張ってみます。あれもしかしてやることないあなた。あらー、これね何が起こるか教えてあげようか。今からね全部ねバシーンバシーンバシーンのシーンだけで終わるかもしれない。お前実力理解したんだったらお前対策してこいや。キロレベル男、院長のために勝ちます。僕の生きる道塞がせたまるか。おお、もっとじゃあねまず悪タイプの対策をしような。はい、まあそういうことよね。うん、つまり何が言いたいかっていうと君は何も学ばない、それじゃあね無理だ、一生かかっても俺には勝てんよ。これは何かのミスです、やり直しを要求します。いや、やり直してもいいけど別に対策してもらわないとまた同じ結果なんだけど。なぜ、どうして僕が邪魔されるのです。委員長に選ばれいずれはチャンピオンに勝つ、いわばガラルを背負って立つエリートの僕なのに。お前はガラルを背負ってるかもしれないけど俺は名古屋を背負ってんだよ。いや多分俺の方がちっちゃいなそれ俺の方がちっちゃいな。ビート選手、ローズ委員長の大王道をお借りしたいって何事かと思えばまさか遺跡を壊すだなんて。千年先の未来に比べ遺跡が何だと言うんですか。そのように甘い香りよりも甘ったるい考えで委員長サポートできますか。なぜ秘書をしているんですか。ビート君、声を絞り出すけれど本当に残念ですよ。確かに幼い頃孤独だった君を見出した才能を伸ばすために、才能を伸ばすためトレーナースクールも通わせたし、昔の私を思い出しチャンスも与えましたよね。ですが遺跡を壊すようなガラルを愛していない君のような選手はジムチャレンジにふさわしくない。追って処分を決めるからすぐにナックルシティに戻りなさい。嘘ですよね。僕が失格ということは選んだあなたのミスですよ。ほほほほほ、すごいこいつこいつすごいな。100ある選択肢の中で最も最悪のチョイスです。ビート選手、あなたが集めていた願い星は預かっておきます。
ちゃくちゃだなあいつ、すごかったな本当に。ソニア君、マシポンヌ君、とんだトラブルでしたね。こんな形でチャレンジャーが消えていくのは寂しい限りだが、大会はフェアでないとね。ビート選手の試合で実況が言ってたけど、身寄りがいなくて引き取ってくれた院長のために戦うって。ふう、遺跡は無事かしら。まあ無事っぽいっすね、これが遺跡なのでしたら。うん、ん、壊れたけど、あらー、いた、あら、唐突に流れ出したね。なんか階層的なのが。これザシアンとザマゼンタでしょ。アクシデントによって火の目を見た遺跡。ガラルのどんな伝説を伝えてる？剣と盾、ポケモン。ポケモンだよ。人じゃなくてポケモンが守ってたってことだよね、結局。うん。英雄よりもはるかにポケモンらしき存在が目立つ。しかも2匹のポケモンが使ってたかのように剣と盾を持っている。他に気になることは？英雄は2人、タペストリーと同じ。そうだよね、タペストリーと同じだよね。そうなんだよ、英雄は2人なんだよね。だとするとスボミーインデの英雄の像はなぜ1人だったのか。合体したってこと？それともまた新しい別のやつがいるのか、もしくは横取りしたのか。そいつが英雄の像よりも古いタペストリーよりも昔に作られた遺跡がより真実を伝えているはず。ということは剣はポケモン、盾もポケモン、いや両方ともだ、同じなんだよこれ。剣も盾もポケモンにしろお前だと思う。いつしか剣とポケモンは、剣とポケモン、そして盾とポケモンは同じものとして扱われ、歴史の陰に消えてった。英雄は若者2人、剣と盾はそれぞれのポケモンだった。でも真実を伝える遺跡は芸術すぎる絵で隠されてた。一体どういうことかしら。伝えたくなかったってことなのか、この歴史を。だからスボミインは一人にしてたってことなのかな。ありがとう、あなたのおかげで大発見ができたかも。いつもこれ分けてあげるから、あなたもチャレンジファイト。いつものか、いつものこれを分けてあげるからか。じゃあ元気のかけらだなこれは。今度はアラベスクタウンだね。 ありがとう、いつもありがとうございます。アラベスクチャウン、アラベスクチャウンってどこだ。ルミナスメイズの森、あそこ抜けるんだね。オッケーです、じゃあ早速行きますか。よーし行くぞー。あ、いなくなってるわ。さてどっちから行こうかな。あ、でもモサボル見えたなこっち。え、いけ、何やってんの。あ、戦闘かよ。まあまあね、レベル上げてくーい。キラレベル上げてくー。やば見えん、やば見えん、ここ見えんすぎる、ここ何、見えんすぎる。キノコ触ると光って明るくなるんだ。そういう感じが。 でもポケモンも出てくるかもしれんよみたいなやつか。な、マジ見えんすぎるこれ。ん、光の粉、なんでもない、惜しい。いや、ここの探索結構あれだな、大変かもしれん。光らせて見やすくしてみたいな、そんな感じな感じだな、そんな感じな感じがする。大きな根っこ、ダブルバトリーだな、あれは。ダブルバトリーだから、まあ、何かしらのポケモン育成したいわね。こっち側もあるな。いや、怖っ。見えん。見えんすぎ、なんかある。いびき。頭蓋液ずがずり。イエスさん。ああ、お前、イエスさんっていうのか。ようやく名前知れたわ。頭にクロワッサンつけてるからイエスさんっていうの？ピーちゃんレベル5で来い。ねえこいつ、あれの進化か、疑問。
いや、やっぱドラクエなんだよな、こいつ。ポケモンやめてるよね、もう。光ゴケ。水技を受けると特防がかかる。トンボ、あ、いい技。これはいい技マシンゲットだよ。キポイとキルはレブラーとこう。これは出口っぽいんじゃないか。いや、なんかすごい場所来ちゃったな。こんな奥まで来ちゃって大丈夫なの？あ、ここがアラベスクタウンなんだ。キノコの町だ。あー、なんか刺したわ。あのポプラだろ、これ。ポプラだっけ？あいつでしょ、多分。場所的に。そんな感じあるわね。とりあえず回復する。さあ、街の探索にでも励みますかね。あ、フラングさんはあなたなのか。あ、それ手紙なんてあったね。はい。差出人は、お、ポーラちゃんか。いやー、懐かしい。幼い頃よく一緒に遊んだよ。でも彼女を病気してね、それをわしに隠してたんだ。それで喧嘩になってわしも引っ越すことになり、それ以来会ってないが。ポーラちゃん元気にしてたかね。あー、なるほど。幼いままそのまま亡くなっちゃったって感じなのかな、あの子は。はい、元気だよ。うん、それならよかった。懐かしさを運んでくれたおだちんだ、持ってきなさい。あ、こだわりスカーフ、ありがとう。これはね、いいよ、いいアイテムだよ。うん、大変。なんか不気味だな、この辺。すごく不気味ですね、この辺。大きなキノコ、勝手に持てちゃっていいの、このキノコの町から。まあ、キノコの町だし、こんだけあったらキノコ1個ぐらいもらっても大丈夫か。ああ、たたり目、ありがとうございます。ピーちゃんにレベル上がってこう。硬かったでしょ。ワンパンだったけど。あ、やっぱ進化の奇跡だ。いや、もらった、イエーイ。眠る。香るキノコ。あ、タカくれるんだ。誰か来る。いや、誰も来ないな。このまままっすぐ行けちゃうな。あ、マリちゃん。あ、マシポンの選手。選手なくていいよ。ポンヌでいい。いや、じゃ、ま、マシでいいよ。ジムバッジ4個か。あんたは要注意だね。ララー。ほら、モルペコも警戒してるよ。て、モルペコ、あんたもしかして、マシポンヌを気に入っちゃった？なんか俺、小動物に気に入られる体質なのかもしれん。もう、ジムチャレンジャー同士、真剣に戦うこともあるのに、仕方ないな。私のリーグカードあげておくか。マジ？やった！もらった！大切にするわ！家宝にするわ！マリーちゃんの。まあ、いいか。あんたのことを覚えておくよ。ライバルとして覚えておくよ。数少ないジムチャレンジャーの生き残りだもんな。絶対に決勝に進もうよ。マリーちゃんにも気に入られたかもしれん。あー、何見てんだよ、ボールボーイ。何見てんだ、お前。そんなガタいいからって、お前。もう何見てんだお前、ラブが溢れてそうな。あ、ラブを、ありがとうございます。もうフェアリータイプのジム挑めるけど、さすがに、良くないと思うので、私は、今回はこの辺で終わって、次回、ここからのジムをやっていこうかなと思います。それじゃあ、また次回お会いしましょう。バイ。